こんにちは、ゆうです。やってみました、パズドラのお時間です。はい、今日も元気にサバが始まるまでやっていきたいと思います。今日の動画コメントください。今日は、アグリゲートを使ってね、昨日の動画撮った、ようわからんガチャ動画撮った後にドラゴンラッシュ2来たんですよね。はい、竜チャレンジ、あれ G 違うだけで、あれ竜、あ、タツ、そう、昨日気づいたんですよ。タツ年やから、あれなんすか、竜の証、あれなんすかなって、竜の称号あったんすかな。はい、じゃあ虎の称号はあと10年後か。よし、頑張っていきましょう。それではね、パーティーご紹介したいと思います。はい、こちらですね。はい、自陣アグリゲート一体編成、リダチェンなしでございます。はい、リダチェンいたしません。アグリゲートも複数体所持しておりません。所持できません。はい、こんな感じです。はい、それではね、ご紹介しましょう。ちょっとコップ邪魔やな。はい、それはリーダーのアグリゲートに、ファガン武器に、スキルチェーン6つ、回復キラー1つですね。こちらが、FF コラボの、最低レア度のやつかな。超覚醒バインド耐性に上限解放。で、ブレイズブーストですね。ドラゴンキラーマシマシだったんで、ちょっと入れてみました。はい。で、スキルがね、7ターンで、その一旦ヘイストと、ドロキョウ。で、どうせね、付属性が火なんで、で、無効貫通付与させようと思ったら、もう、ブレイブーストでヘイストンかけれるし、この輪武器でいいかなと思って、はい、こんな変な感じにしてます。はい。で、こちらが、毎回毎回間違ってごめんなさい。はい、ローレンスさんですね。はい。小学生スキルプラスに、潜在もスキルプラスプラスに、これがフォーリングステイス。機能出たですね。出たですねって何だ、誰、はい。アンタレス武器ですね。はい、メタルアンタレスグレイモン。あ、ちゃう気がするけど、このスキルがね、5ターンなんでダメージ吸収を無効化してくれるんで、で、1ターンなんでダメージ、受けるダメージを無効化。で、ダメージ吸収多分あったと思うんで、はい、入れてみました。で、こちらがカンナでございます。カンナ。はい、カンナに超覚醒上限解放。スキルチェーン2つ。で、フォージオース。ジューンブライドの、ブリギット武器ですね。あ、超覚醒無効貫通。言ったか。はい。これでね、最初威嚇かけようと思っております。で、こちらがね、カンナなんですよ。はい。超覚醒。カンナなんですよ、じゃなくて、小学生冬でもプラスが切れちゃって、はい。プラス切れちゃって、で、上限解放にスキルチェーン2つ。で、これが抱き武器ですね。はい。こちらがフレンドさんの、アグリゲートにスキルチェーンマックスに、音の呼吸つけてもらってますね。はい。指マシマシですね。はい。で、バッチャー HP プラスです。はい、それではね、1回目、ワンフラスキル使う順番ミスって、ちょっと1回やり直しを思います。はい。ちゃんと裏側も話す。はい。それが僕の良さだと思っております。はい、それでは最後、さあさあ、これ光吸収じゃ、もしかしてね、これね、ダンジョンデータだけ僕見てるんですよ。はい、一応その遅延ボスに気をつけなさいっていうのは知ってるんですけど、はい、そう見ております。はい、で、アグリゲート変身で、アグリゲート変身で、これもフォージオースで威嚇しまして、んで、食料貯蔵庫使います。で、最後にこのホノリン武器使います。で、これでできるだけね、ここでね、毒をね、一応用意してあげといたら楽なんかな、どうなんやろ。で、ゼロコンボしないようにね、実はさっきゼロコンボしちゃったんですよ。はい、それで狂っちゃったんですよね。で、ちょっとチェックというのは嘘で、普通にゼロコンボしたんで、あ、ちょっとちゃんとやり直そうと思って、はい。ちゃんと裏側も話す。それが僕の良さです。はい。なんか言うね。はいはい。はい。待って、ここ喋れへんわ。もうルーレットからその取り出せるときは絶対喋れないです。僕喋んないです。はい。OK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 。あと3ターンでしょ？はい。OK。んで、アグリゲート使います。で、どうしようかな。ウォルはまだええか。で、ちょっと待って。あ、一旦貯めてもよかったかな、これ。これだとゼロコンボと一緒か？このね。あ、そっか。光吸収だから。OK。んで、ここでいきなり、ウォル行きます。
で、ヘイストかけます、アグリいきます。で、ここがあと2ターンでしょ。2ターンなんやったらもうちょうど使っといた方がいいんか。そうかそうかそうか、オッケーオッケーオッケー、はいはいはい。属性無効も効いてるんで、あれカンナ使ったらよかったんかな、あれいきなり光吸収されるの忘れてた。これってね、ウォルのドラゴンキラーってね、上限解放してた分余計刺さるんすか。上限解放の分のキラーも刺さる。暗闇は大丈夫なはず。 OK、 じゃあウォル使って、ウォルちゃんアグリゲートです。はい。で、これ闇なんで、あの多分ね、4消しで全然、言いましたっけ、あのフレンドさんがその音の呼吸つけてくれてはるんで、音の呼吸やったっけ、何やったっけ、音の呼吸やった、そんままやん、何のヒレにもないそんままやったの。はい、オッケーオッケー。強き願いは全部読めへんで、そんないっぱい漢字並べられたら。はい。で、アグリゲートを使います。でね、無効貫通無理すんでも、なんかこっちの方が僕カンナセットなんで、はい、カンナで無理やりループみたいなとこあるんで、そんなこと言ってたら今消せてる色何かわからんくなってた。はい、よしよし、いいよし、 OK。 ウォルのため思ったら、あの杖持ってるんか、そうかそうか、ウォルにも優しい杖編成で、カンナ使います。これ持ったら多分上がってくると思うんで、OK。で、アグリゲート使いまして、で、これは、はいはいはい。はいはい。よし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 。OK! よし、OK! 抜けた。で、あと3ターンでしょ、これであれでしょ、はいはい。これ耐えるかな、耐えてやる耐えてやる、おい。で、この一応無効化貼って、あのメタルアンタレスグレイモンの元のやつ使って、はい。で、アグリゲート使いまして、ウォール使いまして、フェイスかけます。はい、はい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 、はいはい、で、こう回復なって、はっぶんね、向こうか張っといてよかった。こういうことするからね、僕ほんまに。いや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 、ちょっとルーレット、ルーレットじゃなくて、あ、今毒必要なんや。はいはい、もうリカバリーを効かせるしかないんで、はい、はい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 、ハップネやってもうたー。よかったよかったよかった、こんだけ継続で、はいはい、回復回復の目覚めとか効いてるよ今。よしよし、で、吸収は4ターンなんで全然大丈夫と。 OKOK、 はい、6回できた、よかった、マジでミスった、マジでミスった、危な。そのね、僕に完璧なパズルを求められてもね、無理なんすわ。はい、よし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 。これ多分次誰か、どなたかヘイストか、あ、ヘイストじゃなくて普通にあれか、アグリが立つ番か。はいはい、指も大丈夫。で、ここあれやな、ちょっとちゃんとちゃんと一回ミスってるんでね、これ実質ゼロコンボしたのと同じパターンなんですよね。だからやり直した意味が全然ないんですよね。はい、よし、うわー、マジか、あ、またロック、またロック、またロックね。はいはい。
ちょっと何が足りひん、ドックから取り出しましょうか。はい、でお邪魔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 、これも下に3セットちゃんとね、平積みしといて、もうコンボで頑張るよ、頑張るよ、頑張るよって、そこ噛む、これから頑張ろうって時に、よし、よいしょ、オッケー、これ大丈夫かな、あ、溢れてる、最悪ローレンスのね76にしたらいいと思うんで、空高くしよう。よし、じゃあカンナ行きます。あ、この人は遅延してこうへんの、遅延に気をつけみたいなことを書いてあったんですけど、よし、んーで、あ、まああれか、ウォルは後で行くか。こんなとこで無効貫通作ったミスしたよな僕。はい、指伸びてるんよね、アグリゲートさんって確か。はい、うー怖いね、てか普通に8コンボぐらいいくか。でウォールは無効貫通どれくらい貢献してるのか全く分からんのよなこれで。アグリゲート使います。でカンナがあと2ターンなんで、ここでウォール使っといてヘイストかけといて、オッケー。ちょっとむずいとこで作るな、またルーレット。はい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 、ちょっと待って、はい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 、あーぶね、どっぶね、よかった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 、ミスったかと思った。でこれで4ゲージも決まったんで、光になってようが、よっしゃ、ぶんね、めっちゃ怖かった今、あー引き切れしてるわ。よっしゃ、辰年ゲット、はい、クリア正午、辰龍か、龍がごとくか、ごめんなさい、はい、で正午設定で、うえー、かっこええ、トラの称号欲しいね、阪神ファンなんで。はい。はい、それではこんな感じで、はい、今回はお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。はい。アグリゲート、あ、クリアタイプね、終わろうか。はい。はい。クリア履歴が、9分 9.4 秒ぐらいでね、はい。自陣アグリゲート一体編成で、ほぼループ できるんで、はい。スキル貯めるとこさえ貯めれば、はい。皆さんもぜひぜひ、アグリゲート一体で、交換する玉内容とかいう方で、こんな感じでもうクリアできますので、はい、ぜひぜひよろしければ、何とかの参考になれば幸いでございます。はい、それではね、今回のお相手は私、ゆうでございました。よろしかったら、チャンネル登録と、評価と、はい、よろしくお願いいたします。はい、あと、昨日言い忘れてたんですけど、概要欄の X と、TikTok のアカウントのフォローもしてくださると、なお一層嬉しいでございます。はい、なお一層嬉しいでございます。はい、それではお相手は私、ゆうでございました。バイバイ。